は仕事帰りにですね、西新宿の方に来まして、今動画回してるんですけど、なんで西新宿に、わざわざ来てるかって言いますと、この後ろのビルなんですけど、野村ビルね、この32階にですね、映画監督の園子温の事務所があるということで、ね、園子温球団、凱旋を、やろうということで、まあ、ちょっと下見に来たんですね。園子温がね、まあ、去年からニュースになってると思うんですけど、自分の映画に出演する女優に対して、性行為を強要したり、まあ、レイプ、レイプまがい、レイプですよね。そういうことをね、数々やってると、いうようなことなんですけど、それをね、その子温を告発していたうちの一人の女優が自宅で亡くなっていたそうです。自殺だそうです。ね。これは自殺ですけど、ね、その子温が殺したようなもんなんだよ。な。だから、これは球団凱旋ぐらいはしないとね、と思って下見に来たんですけど、もうこのビルの中にはその子温の事務所はありませんでした。もう移転したのかもしれませんね。ネットでちょっと いろいろ探してるんですけど、ちょっと今は分かりません。どなたかその子温の現在の事務所ね、知ってる方がいたら、コメント欄でちょっとね教えてください。まあ自宅まではねちょっと行くつもりはないんですけど、事務所とかあったらその前で抗議凱旋ぐらいはねしないとちょっとこれは収まんないでしょね。どういうふうにね、その子温はね、落とし前をつけるのか。落とし前つけろよ、お前。ね。名前を変えてね、また、映画業界に復帰しようとしてますけど、ね、お前そんなこと許されないんだぞ。な。お前の、なんか、謝罪文もどきみたいなんな、見たけどな。全くな、謝ってないでしょ。ね。謝ったからってどうってことももうすでにないんだけど、でも謝れよ。な。今年初めの、新年初めの、大日本アスホの、凱旋は、その子温、球団凱旋にしようと思ったんですけど、このような諸事情で、ちょっと延期です。はい。でも、その子温絶対許さないんで、はい。追い詰めます。以上です。